はい、皆様どうも、マフロです。それではニーヤオートマタやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ね、ナインズくんとはぐれちゃいましたね。捜索に行きたいと思います。とりあえずレジスタンスキャンプに向かえということで、ワープから行った方が早いか。あれだ、キャンプに戻りまーす。お、キャンプ戻れないって。じゃあちょっと近く、ここが一番近いかな。なんか起きてるらしい。ヤバ吉な予感。敵も強くなってるかな。した。なんか撃ってきた。ちょっと場所こっちで合ってるよね。一応マーカー撃つか。意外と遠いな。でもなんかあるんだけど、あ、落ちちゃいかん。なんかあるんだけどな。その上か、この中か。誰かいる。あれ、喋れん。喋ってくれん。なんやねん。人はいるけど喋ってくれん。なんだい。まあいいか。あ、なんだあいつ。あ、どこ行った。まあ、なんかいたよね。あ、いる。なにあいつ。ちょっと待てい。消えちゃった。いなくなったね。なんだあいつ。あ、いた。ちょっと待って、お前。飛んでんのか。捕まえて、あいつ捕まえて。いなくなっちゃったよ。あ、また来た。あれ、いなくなった。ワープしてんのか、あいつ。お、捕まえた。いらっしゃいませ。特売日。
店だったのか。何これ、衣類着脱モジュール脱がせれんのか。これは買うべきでしょう。え、買ってないよねまだ。いらない。ヨルハ舞台なのかこのやつも。なんだこの音楽は、なんだよ。まあいいか。でもやっぱりチラリズムがいいんだよね。脱いちゃうとなんか違うんだよね。何言ってんのか。よし、着いたよ。ん？変わった様子ないな。なんで転送機が使えなかったんだ。端末故障中だって。ちょっと休んでいこうか。はい、休んだら体力回復するだけなのかな。何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー。ああ、ヤツらが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは、いや、なんでもない。なんだ、どこにいるんだ。いた。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも。微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。おお、便利じゃん。うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな、デフォル。おお、強そうだね。あ、アイテム自動吸着っていいな。これも買っとこう。お金がない。全然強化のあれがないな、素材が。じゃあポットプログラム、じゃあミサイルの方にスキャナーを装備してと。チップを
今は外せないんだよね。衝撃波これプラス3と1って意味あるのかな。これ外そう、3だけにしよう。チャージアタック攻撃力アップ、これもいらんな、外そう。これでいくつ空いたかな。最適かな、10空いた。これであれを装備したい、アイテム自動連続ダメージ防止も欲しいな。6でいけたのか。あ、これでちょっと様子見よう。お金がとりあえずねえな。おお、こんなところで、なぜにこんなところで。死ぬ要素なくね。レジスタンス内でわかんない、まあいいか。もっと変えなきゃダメだよね。早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。どこ？あ、あっちにある。違う。あれ、さっきのあれだ。販売員。おお、自動吸着いいね。拾わなくていいんだ。ほら、なんかしゃべってる。歌ってる。なんか動いてるのもいるな。これ何？クエスト。ちょっとおいで、クエスト受けさせて。え、勝負する？何を勝負するの？第1回スピード競争選手権、ゴールはあそこだって。どこだよ。ああね、どっから行くんだこれ。ロケットスタート。まあ第1回だから弱いでしょ。あ、やべえやべえ、早い、危ない危ない危ない、危ねえ。負けるところだった。え、何もくれないの。まだいい、もういいや。スピードスターが更新されました。いや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 、そんなことしてる場合じゃなくて、まずクイックセーブしといて、ナインズ君を探さなきゃ。いた、いたいた。
どこにいんだ。スキャナーをとりあえず。いやお前ら吐くなよ。相手してる場合じゃなくて、飛んでたミサイル当たった当たっちゃったかわいそうに。まだ未検知のボックスがある。いたずらすんじゃねえ。さて本当にどこ行けばいいんだこれ。ハテナハテナのところ行けばいいのかな。いっぱいあるな、ハテナハテナ。スピードスタークエストってことか。スキャナーしながら移動するしかないか。強くなってきてる。反応強いね。こん中か。違う。これに反応してたのか。なんだ。違うな。ん？今の？金庫。おお。貴重品ってことか。歩き回るしかないのか。ってことはレジスタンスの周りで反応があるって言ったの。もう一回レジスタンスで回らなきゃいけないか。戻らなきゃダメか。調べ方が分かんなかったからね。なんかある。これか。銀行。おう。おう。登れんじゃないか。
スタンスはこっちの方かな。違う違う違う。あ、こっちか。全然違う方来てるな。されてんだね。出ねえな。あ、出た。これか。これは便利かもしれない。木の実じゃん。創作機械の 9S は海上で巨大爆発に巻き込まれた。提案、水没地帯での 9S 捜索。了解。これをしなきゃいけなかったのか。それにしてもなんだか今日のポットはよく喋る。ここで私は支援ユニット、必要に応じて会話を行う。提案、 2B の自発的会話を増やすこと。否定する。もっと喋って。もう使える？まだダメか。使わないあれを売ればいいのか。間違えた。とりあえず近くの、また間違えた。ここ。よし、水没都市だったな。
いるかな。ナインズくん。あれ？違う違う違う。勝手に切り替わってた。スキャナーコインスしてるつもりが A に戻ってた。木刀。お芋さん。今出てきたね。お金いっぱいくれた。いっぱいお亡くなりになってるな。お、撃ってきてる。危ない危ない。反応あり。ゆるりんさん。いやいや、ちょっと待ってお前ら。今お前あれだろうが、邪魔すんな。黙祷してんだ。いっぱいいるな。なんでこんなところで。黒霧島。お酒好きだな、きっと。飲んだことないけど名前は知っている。感じで探せばいいのか。お前ら探してる途中撃ってくんな。
通常恐怖の状況。銀玉、あ、鉄玉、鉄玉銀玉見えた。ああ、もうダメだ。あ、落ちた。落ちたらダメなんだよな、やっぱり。サーチしてるときはポッと連れて、あの、これダメなのかやれないのか、これこれあれまた落ちた。なんで連れてくれないポッとくん。そう、飛びたい。こいつらに構ってられない。どう置いて、またお前らか。あ、もう30分過ぎてんじゃん。ブラックボックス信号健在、生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。あ、ありがとう。我々は同行していたヨルハ機体ラインエースを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。ラインエース、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。音楽は落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。よし。違う違う、また間違えた。どこだ。ここ。今どこ。ここか。とりあえず戻らなきゃいけないね。
助ける助ける。助けたらこれ戻るんだよね。役に立ってるんだよね。はい、戻ってこれました。それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。